先生、はい、質問来てます。いいよ。歯医者さんであなたは歯磨きがうまくないから45度に当てて磨く練習をしてくださいって言われたんですが、45度がよくわかりません。どうしたらいいですか？いや、みんなわかんないですよ。一般の人が45度って言われてもわかんないってことを歯医者さんにわかってほしいよねって直子先生すごく思う。なんでかっていうとさ、私たちってこういうの見慣れてるのね。歯があって歯茎があって、この歯のまっすぐ立ってる方向に対して45度の角度で歯ブラシ当ててくださいって言ってるんだけど、こんな断面見たってさ、この断面が自分の歯のどこかなんてわかんないでしょ。わかんないですね。これさ、歯医者さんも歯医者さんも多分自覚しなきゃいけないんだけど、まあ耳の断面載せるね、このイラストに。こう耳の断面のイラスト見ても、歯医者さんであっても一般の人であっても、この耳の断面のイラスト見ながらさ、耳鼻科の先生がさ、あなた耳かきするときにはね、この穴に向かって45度に耳かき突っ込んでくださいって言われて、わかんないですよ。わかりづらいですよ、ね、だからさ、私ね結構無理があるなと思うの。一般の人たちってさ、私たちと違って自分の歯すらまともに直視したことないのよ。直視したことない人にそもそもしろって相当レベル高いのよ。これこそが私のひいおじいちゃんから一生懸命歯医者が歯ブラシ指導してきても、日本の虫歯と歯周病が治らない原因はここにあるんじゃないかって思うぐらい、この45度問題は難しいよって思うね。だから45度に当てなくても自然に45度に毛が入っちゃう歯ブラシ作ればいいんじゃないっていうのが私の発想で、今回私がやっと5年の歳月をかけてできたムーンの歯ブラシ見せます。これが真ん中が実はへこんでます、はい、この3次元的な構造こそがそのまままっすぐ当てても毛先がスッと歯と歯茎の中に入っちゃうよっていう歯ブラシなんですね。なので私は別にこれで45度なんて言いません。これで普通に磨いてごらん、歯と歯茎の間にぴったり入るからっていうふうに言ってます。なので45度が難しかったらこういったものを使ってみてね。